皆さんこんばんは、キズナ長崎です。今日夜久しぶりに休みになりまして、晩酌風景でございます。これはですね、鶏レバーともやし、味付けは醤油と少し砂糖で、味付けに塩コショウと一味唐辛子、台湾風ピリ辛仕上げにしました。これはお惣菜で半額、鶏天80いくらやったかな。そして驚く流れ、約800円の天然ヒラスのブロックが半額。最初にありだったんですけど、半額にしましょうかっていつものおいちゃんが、はあ、どこの店とは言えんってんね、なんやかんやで晩酌開始でございます。チキンラーメンはですね、いただきました。前会社にいた仲間から。鍋専用って書いてますけどね、普通にできるのかな。いただきます。食いしん坊、食いしん坊、あの紙壺みたいな感じですね。トン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 ト全集中で切ってみました。切れとったかな。もう切れてましたね。こんな感じで、よいしょ、よいしょ。切っては見たものの、なんか食べづらいっていうか、なんちゅうか、ネギちゃんと鰹節を乗せまして、食べづらいな。全集中的な感じで、あらららららら、結局来てしまった。いただきます。体が大豆を求めてた。うめえなこりゃ。あんだな、もううめえ。なんかですね、テレビだったかな、ビタミン不足の時はなんか人間っていうか日本人っていうか、なんちゅうか不足な時は、みかんも食べたかってなった時はですね、ビタミン不足で体が求めてるらしいです。そんなこと聞いたことあります。今日のスポットライトは早めに、ダカダカダカダ、いろいろありますけれども、いいよかしょ。今日のスポットライトは隠れて見えん絆、キララちゃんにソラちゃんです。ソラちゃん、ちょっと目が隠れとったですか。今日のスポットライトは黒猫のカイちゃん、黒猫のカイくんとカイちゃんです。